うわー、フルブレーキモーターズ。こんにちは、モーターズの内原です。今日はブレーキの話です。よくブレーキの利きを表すところで耐熱性能っていうところがあると思うんですけど、その辺ってどうやってメーカーは作るときに測ってるのか、どうやって設定してるのかっていうところ非常に気になると思います。で、今日はディクセルさんの方にお邪魔させてもらって、見てください、この仰々しい機械。この機械がそのブレーキの性能っていうのを判別するにあたって有用な機械であるというふうに聞いてます。なので今日はこの辺を詳しく聞いていきたいと思います。それではご登場いただきましたディクセルの鎌地さんです。よろしくお願いいたします。はい、鎌地さん本日はお願いします。ちなみに鎌地さんはディクセルさんではどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。私はディクセルの技術開発部に所属しております。主に商品開発分析を担当しておりまして、こちらになりますダイナモメーターを使っての、ブレーキパッドもしくはブレーキローターの性能の解析、そこで得られたデータの収集分析、そういったことをメインにやっております。またサーキットの現場にも赴きまして、実際にレーシングチームのサポート、そういったことにも、っております。そんなブレーキマイスターといっても過言ではないような方が登場いただいたわけなんですけども、この機械はそもそも何というものになるんですか。ブレーキダイナモメーターと申しまして、実車でのブレーキの状態をほぼ再現できる、そういった装置になります。ここにブレーキのセットが、ローターとパッド、キャリパーが見えてるんですけども、はい、そのローター自体が回っていって、それに対してキャリパーで当ててっていうのを実証するということですね、はい、そうするとなんか速度とかも選べたりするんですか。自分たちが好きなプログラムで回すことが可能です。例えばその変速的に実車のように0からスタートして100まで行って、でブレーキで50まで減速するとか、はい、それの繰り返しをするとか、そういったこともできると、はい、可能でございます。じゃあ早速こちらもうちょっと近くに見てもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。今これ実車のローターとキャリパーがついているというような状況ですかね、はい、これなんか車種とかいろいろ選べたりするんですか。しっかりとしたジグサー用意すればいろんな車種に対応しております。なるほど。で、今現在ついているものは VAB の4ポットのキャリパーとブレンボキャリパーとディスクになります、はいはい。でこれが実際に回っていって、実際にブレーキがかかると、ディクセルさんとしてこちらのダイナモを導入するこうメリットであったりとか活用法というのはどういったところにあるんでしょうか、はい、ブレーキダイナモが入る前はですね、実車の方に開発台を、インストールしまして、街中を走ったりですとか、もちろんサーキットに行ったりですとか、本当に実車から得られるデータをもとに開発を進めておったんですけれども、こちらのダイナモが入ったことによって一定の条件でたくさんの摩擦材をですねテストすることが可能になりました。そうすることによって NG の摩擦、OKな混ざりということでフルにかけることが容易になりましたので、実車のテストにかける時間を大幅に短縮することが可能になります。となるとですよ、例えば就業時にタイマーをみたいなのをオンにして、そのまま街中を10時間連続で走るみたいな、そんなコースを設定して翌朝その結果をチェックする、そんなこともできちゃうってことですかね、はい、まさにおっしゃる通りでございます。いや、今人手不足ですからね、はい、そういったところもだいぶ変わってきますね。それだけその開発のスピードが高まってくると、当然その商品のラインナップもいち早く追加ができたりっていうような、そういうユーザーのメリットっていうのはあるんでしょうか、ね、はい、もう開発の速度が上がりますので、日頃からユーザー様から様々な声が弊社に届いておりますけれども、そういった声を取り込んだ上で、はい、こちらのダイナモの方でテストを行って、さらにより良いものを提供していく、その速度が大幅に早まるということで、もう大変メリットが大きい機会になります。開発スピードは上がる、そして開発のその精度も上がるということで、もうユーザーさんにとってはもうありがたい話です、はい、あとはこれがユーザーさんにとって価格で還元されるともうなお良しっていう感じですかね。実際に値下げしましたし、値下げにもつながったんですか。確かそうそうそう、2年ぐらい前でしたっけ、本社からそう値下げのリリースをいただいた記憶あります、はい、いろんなメーカーさんやいろんな業界が製造業を値上げをしていく中で結構驚いたんですよね、御社がブレーキというジャンルで値下げをするっていうのは、はい、これ他のメーカーさんは例はないですよね。大手どころでそんなに価格をがっつり下げたっていうのはちょっと聞いてないですね。それはもういろんな努力の積み重ねで、そうですね、企業努力であると。他社さんはワンプライス制といって、もうフロントいくらリアいくらっていう感じで固定ですね、車種問わずが多いんですけど、うちはそれをちょっとやめて、フロントの大きいパッドとリアパッドでこう価格差をつけたりですとか、車種ごとの最適な価格設定っていうのを2年前に行った、よりユーザーフレンドリーな価格になったのかな。実際にこの機械が回ってローターが回っていって、それにパッドを当てて、めちゃくちゃ最終的には熱い状態になるわけですよね。もうローター
ターが真っ赤っかになります。真っ赤っかになる、それ見ることって可能なんですか？はい、可能でございます。あ、じゃあ後ほど見せていただきたいんですが、温度を測るにあたって取り組まれているようなこととかあるんでしょうかね？はい、ローターの方に熱伝対を備え付けております。こうすることでローターの温度をリアルタイムに感知して読み取っております。温度を測ることができるのはローターだけですか？今日は省略しておりますけれども、パッドの方にも熱伝対をつけまして温度を測ることが可能です。パッドの方ももちろん熱を持ちますので、そのパッドの熱がキャリパーの方にも伝わります。でキャリパーの温度を見るためにキャリパーに熱伝対をちょっとつけるわけにいかないので、このように温度シールを貼りまして、はい、この温度シール この色の変わり方を見てキャリパーの温度がどこまで上がったかというのを見るようにしております。こちらの温度シールですけれども、市販品でございますので皆さんもお買い上げいただくことは可能なものになっております。買えちゃうんですか？このシールはもう大丈夫でございます。あ、そうなんですね。この辺を詳しく調べたいというユーザーにはおすすめということですね。はい、いやこれもう実際に回しているところ早速見てみたいなと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか？はい、このダイナモを動かしていただくにあたってなんですが、はい、これは全てパソコンのこの特定のアプリか何かで管理をしているというような感じでしょうか？こちらパソコンの方に作動ソフトが入っておりまして、こちらの方から本体の方を遠隔で操作いたします。でリアルタイムに状況が映し出されるというものになっていると、はい、で早速動かしていただきたいんですが、動かすにあたっての設定といいますか、どういうコースを走っているという状況みたいな、そんなものはあるんでしょうかね？はい、今から回すモードはサーキットモードと申しまして、我々の方が過去岡山国際サーキットの方でテストを行っておりましたけれども、その岡山国際サーキットでの走行状態をこちらの方で再現したモードを回すことになっております。ちなみにタイムとしては1分50秒ちょっとぐらいですね。1分50秒ちょっと、はい、あまりこうサーキットに馴染みのない方からしてみるとトップクラス、まあまあで言うとどんな感じでしょうか？チューニングの度合いにもよりますけれども、そこそこ速い方だと思います。そこそこ速い方。トップスピード何キロぐらいになるんでしょうかね？はい、180キロオーバーですね。じゃあ市販車で結構やってるっていうような、ライトチューンでハイグリップラジアルで走ったぐらいのタイプかなと。ではそのスピードの上がり下がりとかもまんま再現されるってことなので、はい、早速動かしてもらってもよろしいでしょうか？では回してまいります。はい、おお、ま、お、回りましたね。はい、この緑のラインが速度になります。こちらの方に速度出ております。あ、なるほど、アドロメーター。はい、のように速度出ております。はい、はい、はい、2コーナーです。はい、今2コーナー過ぎて、アトウッドコーナー、今からアトウッドコーナーです。アトウッドコーナー過ぎまして、はい、減速しましたね。はい、バックストレートエンドのヘアピンに向けて今加速一番速度が上がるところです。はい、今一番速度が上がって、おお、減速で、ハイパーリボルバー、ね、いわゆるコの字カーブと言われてますね。はー、はい、なるほどなるほど。で、次が、ダブルヒアピンの1個目、ここちょっとコーナーが多いところですね。はい、セクター3、ダブルヘアピン2個目ですね。はい、最終コーナーに向けて、はい、お、加速してきますね。この辺はチョンブレですね。はい、おー、でこれで一周終わり。あ、なるほど。で、また1コーナーに向けて加速します。はい、加速しますね。はい、一周の状態ではまだ熱とかにはそんなに大きな変化は、今ちょうどローター温度500度ですね。なるほど、そろそろ赤くなってくると思います。ちなみにこの走りのデータをそのまんま再現してるじゃないですか。この辺っていうのは何か御社のテストドライバーさんとかの協力のもとデータを出したりとかしてるんでしょうか？はい、田中哲也プロに協力いただきまして、田中哲也プロが乗った実車の速度データをそのまま読み取らせて流しております。だいぶ赤くなってきましたね。今消したら、はい、今真っ赤されてたよ。あ、じゃあちょっと暗くしてみましょうか。もう600度超えてますんで大丈夫。600度、あー、色が、おおおおおお、明るい、明るいっていうのか、赤い。うーわ、こんなに熱加わるんですね。600度オーバーです。
弱い金属だとこの熱で曲がっちゃいそうな感じもしますもんね。そうですね。そういったローターはやっぱりサーキットでは使い物にならないということで、そうですよね、ローターの性能評価にもなる、はい、ということになります。なるほど。これあれですね、一番ストレートのところからの減速の、ね、そうです、バックストレートエンドですね。はい、いや、こんなになってるんですね。はい、これ正味2周目3周目とかですよね。3周目です。3周目でここまでの温度変化があると。今回はちなみに何周で設定されてらっしゃるんでしょうか。スポーツ走行枠を30分を想定しまして10周連続ですね。ってことであれば別にプロのドライバーの世界ではなくて、ちょっとサーキット走行を楽しんでらっしゃる一般の方でも全然この世界っていうのは、はい、まあ、他人事ではないってことですよね。十分このぐらいの温度までは皆さん上がっているはずです。めちゃくちゃ素人な質問するんですけども、一般のユーザーさんが市販車で一般道、はい、まあ、高速とかも含めての利用でここまで赤くなるケースってありますか。まずないですね。あ、まずない。まずないです。ちょっと峠攻めたぐらいじゃならない、はい、ならないです、ね、ならないですか。そんだけサーキットでの走りっていうのは、はい、全然違います。うわー、すげー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 。あれ、先ほどの3周目に比べて今4周目ですけど、よりそうですね、赤さが増しましたね。700度を超えておりますので。700度を超えてる、はい、実車と違うのはホイールがないので、はいはい、風がダイレクトに当たってるんですね。そういうことですか。なので、はい、実車に比べたら条件としてはいいです。あとカーブがないので、はい、一定の風がまんべんなく当たる。ブレーキの熱だれとか僕にしてみればもはや漫画の話なんですよね。魔界だと思ったんですけど、これはそういう極限状態になれば本当ですね。ブレーキ性能というところでいうとやっぱ耐熱性っていうのめちゃくちゃ大事だなというのは分かりますね。 2,3 周目とか一部が赤くなってるなって感じだったんですけども、はい、今全部が赤いですね。そうですね、もう完全にもう温度が上がりきってる状態ですね。側面までもが赤くなるんです。赤くなってますね。そうなってくると御社で供給されてるスーパー GT とかの世界になってきますと、もっともっと高い次元でのお話になってくるんですよね。いずれそういったことも想定して高い速度域でのテストっていうのをやるつもりでおります。そういった車両と市販車のブレーキパーツの素材の差っていうのはどういうところになるんでしょうか。やはりアルミのワンピースもののキャリパーが使われてたりですとか、はい、あとはブレーキシステム自体の冷却性能がすごく優れてますので、ブレーキパッドもとても巨大で6ピストンの30ミリ圧とか普段お目にかかれないであろうすごい大きなパッドのブレーキを使ってますので、そういったところで高い制動力、あと高いその耐摩耗性、耐熱性、はい、そういったものを兼ね備えたようなブレーキのシステムっていうものを採用しています。それぐらいしないと富士の1コーナー300キロのブレーキが耐えられない。もうすぐ終わりますね。730ぐらいいきましたね。終わりました。はい、あとはもう速度がもうあと一定になりますんで、あとはこれ冷やす状態です。はははは、冷やすために回してるってことですね。そうです、そうです。普通に実車ですとこの A って見れないですもんね。コーナーに待ち構えているカメラマンとかが見れるレベルです、ね、そうですよね。奇跡の1枚みたいな写真とかじゃないですか、ねね、ええ、あ、だいぶ温度下がってきたんですかね、はい、ちょっとしらっちゃけて見えますね。はい、だんだん。ではこれちょっと後ほど先ほどの機械を開けていただいて見させてもらえればと思います。はい、はい、鴨志さん、岡山国際サーキット10周分を実施いただいたんですけども、すごかったですね。ありがとうございます。実際これでですね、今ローターやパッドがどういう状態になっているのかっていうのを御社では見てらっしゃると思うんですが、その見方といいますか、どういう状況になっているという解説をいただいてもよろしいでしょうか。テストが終わった後にですね、はい、この後パッド、ローター外しまして表面の状態を確認ですね、撮影等も行います。あと、はい、どれぐらいパッド、ローターが摩耗したかっていうのをしっかりと厚みを取って、最初の走行前と走行後でどれぐらいの摩耗が進んだかというのを数値化します。あとダイナモの方で吸い取ったデータの方を別途解析をすると。先ほどステッカーが貼られてるみたいなお話あったと思うんですけど、この辺って今どういう状況になってますかね。今はですね、この黒くなっている部分ですね、こちら右側がですね166度、左側が182度ということで、実際キャリパーの温度がこれぐらいまで温度が上がったということがもう分かると。なかなか動画を見てる方は伝わらないと思うんですけど、金属と金属が擦れ合った、そして熱が加わった、あの何とも言えない匂いが充満してますね。そうですね、皆さんも市販車とかで坂道を下ってきて、なんかこう止まった時に臭いなっていうことを感じたこと
ことあるかと思いますけれども、それのまあ究極の状態ですね。改めて今回テストしていただいたパッドとローターっていうのは御社の製品ということで間違いないでしょうか。はい、ブレーキパッドが弊社の Z タイプ、ブレーキディスクの方が PD タイプになっております。なるほど。それぞれどういった特性の商材になりますか。はい、 Z タイプはもうストリートからサーキットまで幅広くカバーしているパッドになります。 PD タイプも同様にストリートからもちろんサーキット仕様まで可能ではございまして、どちらももう皆さんが一番興味のある部分の、まあ、商材じゃないかなと思います。なるほどなるほど。ということになると、岡山国際のスポーツ倉庫に行く際にその車でご自宅から出発して、はい、でサーキットも走って帰ってくるというような使い方という感じですね。はいはい、おっしゃる通りでございます。それにしてもものすごい温度が加わった状態でサーキットを走る、でそしてその同じ車で帰ってくると思うと、普通の車の感覚から言うとすごい世界ですね。昔はね、まあ、サーキットに行く前もしくは行ってからガレージでパッド交換をするという光景も見られたかと思いますけれども、日頃普段使いからサーキット倉庫まで手を煩わせることなくお使いいただける商材というのが、まあ、こちらの売りになっております。先ほどですね、真っ赤に染まるぐらい熱くなったこのブレーキパーツを冷やしているシーンがあったんですけども、はい、これ実装している場合もいきなり止まったりとか冷やしちゃいけないというようなのがあるんでしょうか。特にブレーキダクトを備えていないような車ですと、急に温度が上がった状態からそのままピットインして止まってしまいますと、ブレーキキャリパーの方にローターからの熱が伝わってしまって、ブレーキキャリパーがもう破損する原因になりますので。そうなんですね。アタックが終わったなと思ったら最低でもクーリングラップは1周は入れて帰ってくるということを必ず徹底していただきたいなというふうに思います。よくあのサーキット走ってる車が最後1周ゆっくり走ってる姿って見るんですが、はい、そういう意味があったんです、ね、そうです。いや、私個人的にですね、よく洗車をする際に走ってそのまま洗車場に行って、はい、でホイールから洗うんですけど、そのまま水ぶっかけてブレーキローターがジューってこうまさに鉄板焼きのような感じになって、あ、楽しんでるんですけど、これ絶対ダメってことですね。あまり良くないです、ね、急激に冷やすのは良くない。水冷は良くないですね。空冷でお願いします、はい、あ、分かりました。水冷はダメと。こちらのダイナモを導入することによって新商品のご予定とかがもう立ってるとか、新たなスポーツモデルとして新商品開発が進んでおります。ダイナモの方で合格ラインを超えた摩擦材を岡山国際サーキットの方にも持っていきまして、かなり良好な結果が得られておりますので、年内にはなんとか商品化できるのではないかというところで動いております。御社の商品開発でどちらかというと基本の線が決まってて、それに対して車種が横に広がっていくっていうイメージが強かったんですけども、うん、はい、新たな縦軸が増えていくということですか。ユーザー様の方からですね、こういった価格帯でこれぐらいの性能でっていう声が日々届いておりますので、まあ、それを実現すべく新しい商材がもう間もなく出せるのではないかと。この先もディクセルさんから目が離せませんね。浜地さん、今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。今まで見たことのなかった景色を見る非常に貴重な体験となりました。最後にこの動画を見てるユーザーさんに対してですね、お答えいただきたいんですけども、ディクセルさんというのはどんなパーツメーカーさんになれますでしょうか。はい、ストリートから本日お見せしましたようなサーキットに至るまで様々なフィールドに乗っておられる多くのユーザー様がおられると思いますけれども、はい、そういった方々にユーザーフレンドリーなメーカーであることを心がけております。そういうことになりますと、全ての自動車ユーザーのニーズに応えていくユーザーに寄り添うブレーキパーツメーカーさんというような感じでしょうかね。もうそれが目標でございます。気になるですね、ブレーキパーツに関する適合情報であったりとか細かい情報に関してはディクセルさんのホームページの方概要欄のところに載ってますんで、どうぞクリックしてみてください。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画面白かったなって方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたですね、いろんな車の情報を発信していきたいと思いますので、次の動画で会いましょう。またねー。モーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびモタガレでは、我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。